平野紫耀、ヴィトンからエルメスへのスタイル変身にファン熱狂。5時間で50万いいね突破。東京、元キングプリンスへの平野紫耀26、が、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が社長を務める戸部所属として再始動。その復帰から数ヶ月が経ち、ファッション愛好家としての彼の魅力が再び注目されています。 ヒラノシが最近 SNS に投稿したルイ・ヴィトンとエルメスの洗練されたスタイリングについてファンの間で大きな反響が広がっています。ルイ・ヴィトンからエルメスへ2023年5月22日にジャニーズ事務所を退所したヒラノシは7月7日に飛べ所属として新たなスタートを切りました。その復帰後、 彼の SNS アカウントはファッションに関する投稿で溢れ返り、ファンを驚かせました。特に20日に公開された彼の最新の投稿は、彼のスタイルセンスとファッションセンスについての注目を集めました。ルイ・ヴィトンの新作コレクション。平野紫耀の最新投稿は、18日のルイ・ヴィトンの新作コレクションに身を包んだ写真でした。 この投稿はグリッド投稿として知られ、1枚の写真を複数のパーツに分割して投稿するスタイルです。ファンは1枚目の写真で彼の顔を見ることができなかったため、続報を待ち望んでいました。そして20日になって続編として彼の顔の下半分が映った写真が公開されました。この投稿は、昨日は横で今日は縦簡単ふ、 紫輝くんすごい、縦に繋がってたんだ、横に縦に、といったコメントと共に、ファンから大きな注目を浴びました。エルメスのスタイル変身。ルイ・ヴィトンに続いて、ヒラの仕様は19日にエルメスの洗練されたスタイリングを披露しました。この投稿では、エルメスのファッションアイテムを着こなした写真が2枚投稿され、 これらの写真が横につながっていることが明らかになりました。ファンからは、ただで見れるのを意味わからんよから、涙、といった感激の声が寄せられました。ファンの熱狂。これらのスタイリッシュな投稿に対して、ファンからは多くのコメントと、いいね、が殺到しています。特に、彼の2枚目のエルメスの写真には、覗き込み反則です。そんな覗き込まないで、涙。 お顔が彫刻のよう、息できません、ドキドキが止まらない、心臓を持たない、顔面偏差値だけでハーバードを入れる、といった熱狂的なコメントが寄せられました。結論。平野紫耀のファッションセンスとスタイリングに対するファンの熱狂は続いており、SNS 上では彼の投稿が大きな注目を浴びています。彼のファッションに対する情熱とセンスは、 彼の新たな芸能活動をサポートする要素として注目されており、今後ますます彼のファッションに関する投稿に期待が高まっています。